こんにちは、ホタルグサです。今日はリップフラワーでサギソウですね、こちらを作っていこうと思います。ちょっとね花瓶が、ないので手でくるくる回しておりますが、28番の白地ワイヤーを 1.5 センチゲージですね、こちらに巻き付けていきます。5回ぐらいでいいですかね、まあ6回でもね、構わないので、ちょっと5、6回回してあとはねじって留めます。で、同じものですね。ここは巻く回数合わせてください。片方が5なら5、6なら6でね、合わせてあげて、片方のワイヤーをね、溝に通してから、ねじって留めます。で、この2つをですね、くっつけます。なので、下の部分、同じね、このワイヤーをよじり合わせまして、あとはね、平やっとこなどでしっかり、こう、ちょっとね、上あたりを持って、で、左右に開いて、このようにね形をちょっと整えていきます。で、ね、できるだけここ、もこもこしてない方がいいので、根元のところね少し形を整えまして、もし緩いようでしたらどちらかのワイヤーでね上に上げていただいてねじっていただいてもいいんですが、4本あるうちのね、まあ、1本はこんな感じで下ねじっといてもいいです。で、2本は上に上げていただいて、こんな感じでね、トンボを作った時と似てるんですけれども、ここでね結びます。はい、こんな感じですね、4本あるうちの2本で結んで、ちょっとここはカットしてしまいますが、ねじって留めて、1本はまあ根元のね固定用に、まあ、ここは接着剤でもいいですね。こんな感じで一応接着剤も使って、それぞれ留めておきましょう。で、乾燥したものが、出てきますかね。ちょっと出てこないので、先に、額の方ですね、作っていきましょう。こちらですね、少し7ミリのね、ゲージスティック。半分ぐらいの長さでいいんでね、カットしましたが、ここ間2回でやってるんですが、2回では通らなかったので、3、4回ね、間回していただいた方がいいと思います。そうするとね、長さも半分ではちょっと足りない場合もあるので、まあ、この辺ねカットせずに長いワイヤーでねそのままやっていただいてもいいです。で、3枚ね葉っぱ額ですね作っていただいたら、真ん中かなり広げておいてください。あとあとね、あのお花を通さないといけないので、で、それぞれ先端は尖らせるために平やっとこでねギュッと押さえつけて、今回は少し広き目に作っていきます。こんな形ですね。はい、で、次は30番ホワイトワイヤーですね。白地のワイヤー、地巻きワイヤーですね。手芸店などでね購入できるかなと思うんです。 Amazon だとちょっとねたくさん頼まないといけないので、12ミリのところですね。ここで1回輪を作ってあげて、こんな感じでですね、1つの輪っかのもの、こちらを丸やっとこう使ってフリルを入れていきます。で、最終的にはこう組み立てるんですが、実はこれまあ2枚に分かれてるんじゃないかと思われますが、1枚で今回はいきます。で、乾いたものですね、やっと出てきました。ここ頂点のところですね、それぞれで切ってしまって広げていきます。ただしここのところですね、ここはできれば膜がついてほしいので、こことここはできればあまり広げすぎないで、他のところはねちょっと、それこそ、鳥のサギのようにね、翼を広げているような感じで広げていくんですが、真ん中部分だけはねちょっとワイヤーが近くなるようにして広げていきます。はい、で、葉っぱはですね、28番のグリーンワイヤーですね、こちらで4センチと5センチでそれぞれ1個ずつね輪を作って細長くしてあげて葉っぱを作っていきます。まあ、もしねできるなら3センチとかさらに細かいの作っていただいてもいいんですが、大変かなと思うので、今回はね4センチと5センチぐらいで作って、グリーンでねディップしていきます。何本かね作っていただいていいかなと思います。はい、こんな感じですね。で、お花はスノーホワイトですね、こちらでディップしていきます。先ほどね、12ミリのもので作ったものもホワイト、スノーホワイトですね、こちらでディップします。うまくね真ん中巻くできるかな他のとこはねちょっとつくぐらいでいいんですけれどもね、真ん中部分はね大きいところなのでしっかり膜が張るようにしておきましょう。で、あとはですね、この額ですね、こちらもライトグリーンですね、一応
でディップしておきます。まあ、グリーンでもね大丈夫です。この辺はね、お任せしますが、乾いたらストレンスナーねつけてよく振り落として乾燥させてください。で、26番の白地ワイヤーで何を作るかというと、キョと言われるものですね。スミレの花なんかよく後ろ側に、ね、ちょっと膨らんでる部分があると思うんですが、花のね蜜が入っている部分なんですが、こんな感じでねちょっと細長いキョがあります。はい、なので今回はねディップしないんですが、もし気になる方はねディップし一緒にホワイトでねしていただいてもいいかなとは思います。はい、で組み立てですね。目打ちで穴を開けて通したんですが、先ほど言った通り間2回で回すだけだとちょっと通らなくてですね、通るものもあるんですが、お花の方のねこの締め付けというかこの押さえ付けが甘いと入らないのでそうなった場合はこのようにねカットどこか一箇所ねして広げて組み立てておきます。この場合はねあとで接着剤でちょっと動かないようにだけね、止めてあげた方がいいかなと思います。で少しね折り曲げてあげて一箇所だけね、まあ、見える感じですなります。あとの2枚はねお花の下側に行ってしまうので、見えないんですが、でその後ろに白いお花ですね、こちらを添えてあげて、まずここで一度ねフラワーテープでグリーンのものですね巻いていってしまいましょう。はい、でその後ですね今日の方をこんな感じになります。はい、つけていきましょうか。まあね下側の方でいいかなと思うんですが、お花からね出てこんな感じでよいしょと、ちょっと上向きになってしまいますが、くるくると巻いていきます。で巻いた後にね少し位置だけ調節して、26番のワイヤーを半分ぐらいにしてね今回は茎として利用していきます。でまあこの辺りからはね、花瓶とかあとは、鉢とかですね植えるサイズによってこの長さはね調節していってください。はい、であとはフラワーテープでまずお花から巻いて、あとは4センチの葉っぱですね、小さい葉っぱから上に、互い違いに、ね、なるような感じでつけていくといいかなと思うので、このように少しねテープ巻いてから次の葉っぱ、そしてテープ巻いて次の葉っぱっていう感じですかね。で間にちょっとお花とかも入れたりして、組み立てていきますですね。で今度は5センチの葉っぱみたいな感じでね、下に行くにつれ大きい葉っぱでいいかなと思います。この辺もね細かいことを言うといろいろ、下の方が広がってるとか上の方がねちょっと角度が狭いとか、まあいろいろあるんだろうとは思いますが、だいたいな感じで上小さい葉っぱ下大きい葉っぱ、あとはね互い違いになるようにっていうのでね、植物によってはね同じところから2本生えていくとかってね、いろいろ葉っぱの生え方が違うんで画像とかよく見て作っていきましょう。はい、でこんな感じでいくつかね作ったので合わせていって、さあどうしようかなっていう感じで、まあ、今回とりあえずねサギソウを作ってみました。ここまでご視聴ありがとうございます。またよろしければチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。